お父様の経歴などをお聞きしたいです。持ってる資格、勉強に使った書籍、株のことを知りたいですけど、学べることがたくさんありそうだけど、何から手をつければいいのでしょう。学生の時から知っておいた方がいいお金の知識だ。はい、どうも皆さんこんにちは、藤子咲です。で、今回から少し教養がねつくような動画をね増やしていきたいということで、今回はゲストにお父さんをお招きしております。サブとか、その他諸々の話を聞いていけたらなっていう企画になります。インスタグラムで前編と後編に分けてほしいという方がね多かったので、前編は投資やお金、父の経歴などについて語っていくコーナーになります。後編は人生の教えというか、20代に送りたいアドバイスみたいなものをやっていこうと思います。後編はねまたすぐ出ますので、そちらもよろしくお願いします。はい、それではどうぞ。差し支えなければざっくりで良いので、お父様の経歴などをお聞きしたいです。差し支えなければ。差し支えなければ。差し支えあります。親父は5歳ぐらいでコンプトンで生まれて、ストレートアウトラッパーが多い地域ストレートアウトコンプトン黒人地域で結構サバイブして生きてきたって俺は聞いてきたけど、父そんなワイルド、父ラッパー目指したけどみたいなそんなワイルドだったんだ。やっぱアカデミア行かないとなみたいな感じで、それで大学行ったっていう話は聞いてたね。ラッパーを捕まえる側警察の方、法律系を学ぼうっていう。そうそうそう、なるほどね。白人社会に対して法律で対抗しようとしたね。なるほどね。経歴、小中高ロンドン、小中高ロンドン、小中高ロンドン、ストレートアウトカンフェア。大学が日本の大学でそうだね。その後、京都ですね。今はない日本の銀行に銀行いろいろと統廃合しちゃったからね。そうだね、京都運用会社1社すごいまとめたけど、結構証券会社2社、はい、おそんなまた運用会社に、あ、全部米系だね。うん、会社米系、アメリカの系で、外資系。ウェイ系って聞こえた。やばい、チャラいな、それ。全部ウェイ系だね。金融ばっかりだね。金融とマーケットとか。そうですね、まあ、こんだけ株の質問してるから、それ持ってる資格、勉強に使った書籍。俺の持ってる資格しか話せない。パパは持ってる資格。俺はね、関西弁検定12級、唐辛子味見コンテスト全国第一次予選 B。 ここいい人も似てない。お前辛いの嫌いじゃん。辛すぎて無理だと。決勝でお腹壊した。特営級、そのジャンルが、なんか FPSP みたいな。アメリカの公認会計士。アメリカの公認会計士。あとは、あれやばい、アメリカの国際公認アナリスト会計士。それも検定な。うん。英語系が多いんだ。英語系がほとんどだね。なんかローマ試験定みたいな。ローマ試験定ってない、ね。日本はちょっと資格が多すぎるよね。確かにね、世界試験ってとかあるし、世界海外はね、もうあの法的な仕事に必要なもの以外の資格は基本的になくて、なんかね、不思議だよね、だからなんか、ね、日本の場合、趣味な検定がすごい多い。パパ、あと免許あるよ。自動車免許、うん、あれは別に、あれ一応資格に入る資格だな、うん、資格も免許もマジで一個持ってる。あれだな、唐辛子検定あるんじゃない。戦闘検定ね、パパ、サウナ検定欲しいな。サウナ検定なんてあった。何でもあるでしょ、日本の強そうな検定を履歴書に。強そうな検定、語学系は極めて、あの、就職に有利。シュールな。それはどの資格試験でも、どの受験でも言えると。なるほど、やっぱ継続が力ってことですね。コンスタントと。そう、基本的には、お金邪魔が入んない方がいいね、できれば。長期旅行に行くとか、リズムを狂わせる要因があるとダメなんだ。旅行に行っても続ける。はあ。株王のことを知りたいですけど、学べることがたくさんありそうだけど、何から手をつければいいのでしょう。どうしてどうやって勉強すればよいのでしょう。何をするために株を勉強したいか。あれじゃない、運用したい。運用したい。一番手っ取り早いのは、実際株を買ってみる。自分でやって学んでみる。それが一番早い。なぜかというと、自分の頑張って貯めたお金を
を投資に回して損したり得したりするわけなんですけど、うん、自分が努力して貯めたお金をまあいわば投資に回すわけだから必死さが違う。そこで何を勉強したかいけないか自分で分かるんだよ。俺が言うとなんかこうあそうなんだっていう程度なんだけど、自分でやってみるとそうだよそれだよねっていう風な感覚になる。経験したことある人間にこのことを教える、それを経験したことない人間にこのことを教える、全く違うもので、まず始めてみたら何を勉強したかいけないか分かっちゃう。その時にその質問を聞いてくれる、ある程度知識ができてる。 そしたらどうしたらいいかっていうのは、次のレベルに達する前どうしたらいいかっていうのは答えられるけど、ここにない人間に話すっていうのはちょっと難しい。勉強ファーストではなく始めてから始め方を聞きたいっていっぱいいて、とりあえず始めた、とりあえず証券会社と口座を作って、とりあえず自分が気に入った株を買うんだな、好きなあれ会社とかで、そう、例えばなんだ、俺はマック大好きだからって人はマック見ればいい。そうするとね、なんかねマックの株が日々変動するわけだよね。自分が投下した資金が価値が変わってくる、これなんでだろうっていうことを思い始める。そうするとなんでマックの価値って変動するのかっていうことをまあ問い詰め始めて突き詰め始める。それは会計の勉強もすれば経済の勉強もするようになるし、だからそれやってみないと、ああ株やるにはねまずね経済の勉強と会計の勉強ですよとかね言ってもピンとこない。株やるんだったらまずはやってみる、小さくちっちゃくていい、あのもうドカーンと1000万かけてやれっていう、1万円とかで、そこでいろんな疑問が生じるから、その疑問を人に聞いてみた。積み立て NISA と SP500 の投資信託をしています、はい、次の投資のステップとしては何がおすすめですか？投資の大前提は分散投資です、全て同じ場所に投資をしない、投資信託だから今バラバラみたいな、SP500 はすごいいいアメリカ株への分散投資になります。そう、ね、指数投資なんだけど、次のステップはアメリカだけじゃなく違う国もいっぱい投資しましょう。どの国に投資したらいいですかっていう判断は、もうこれも分散なんで全部っていうべきなんだけど、まあよりリターンを上げるためには、これから、より成長余力が高い国を選んだ方が、確率は高いので、株式だけではなく、債券であったりとか、不動産であったりとか、さまざまな種類の投資対象なんで、パパはその金融系とか株とかそういう系に興味を持ち始めて、そっちに進もうと思ったんですか？世の中の仕組みの移り変わりをいち早く分析したかったから。だから要するに今後どうなるっていうふうに自分がこうね、今後なんか未来どうなるかってさっき質問があったけど、未来に希望が持てないんでね、うん、自分の希望を持つために未来をこう読める力っていうのが知りたかった。それがやっぱ金融、それが、うん、金融と経済になったの、うん、まあ他の人は全然違う考えがある、まあ、僕にとっては金融経済とマーケットの方っていうのが人類の今後行く方向を考える大きなきっかけになったので、誰よりも早くそれを分析する力を身につけたかったし、それによってひょっとしたらもし世の中が間違った方向に行こうとしているんだったら、それを指摘できるような立場になりたかった。なるほど、まあ人間一人じゃできないことばっかり。あ、積み立て NISA ってでなんかいいですかみたいな、どうですか？まあいいんじゃないかな、いいんじゃないかな、まあいいんじゃないかな。日本の投資というのは、儲かった分の 20% を国が税金で分取る。どうだろうな。いや、日本は普通だと思う、先進国。いや、でもほら、仮想通貨50とかで。あれは雑所得になるから、うん。でも損したら 100% 損したら自分にできそうですよね。国だけが税金的に分取る。そういう体制になっている。先進国って言ってくる、じゃあ、後進国とかは、発展途上国。発展途上国とかは、投資チャンスはあるの？あるけれどリスクがすごく大きい、ね、彼らは発展途上がゆえに投資資金をね、なんていうか、もっと集めたいがゆえに税金を取らないという選択肢をすることが多い。あとは信用ができる株がない、比較的少ないよね、最初の頃はね。もちろん少し発展すると出てくる。でもまああとはね、タックスヘイブンに住めば税金払わなくて済むので。タックスヘイブンはどうやって住みますか？難しいね。例えばシンガポールに住もうと思ったら、シンガポールの年金庁に5億円かな納めて、将来の年金の積み立てをね前もって渡した、プラス世界トップ200の大学出身者じゃないと永住権をもらえないらしい。学歴ないとダメなんだ。
まあ、要するに頭のいい優秀な人材を集めてる国なんで。モナコ、モナコもね安いんだけど、モナコだって1億2億残高あればいいんでしょ。そこは、うん、だから、いろいろと基準が違うんだよ、国によって。まあ、問題としては住まなきゃいけない、居住するためには1年間のうち半年以上住まなきゃいけないから、うん、自分が住みたくない街にね税金のために住むっていうのはちょっと本末転倒であって。確かにモナコがあったら住みたいけど、フランスの中にあるちょっとちっちゃい、フランスにあるんだ、フランスのね、あの南フランスっていうか下の方にある。どうしたらお金が貯まりますか。経費を削ることだな。平たく言うと、目標を持って人生を楽しみながらしっかりと蓄財をすることです。大半は投資の収益になるので、うん、投資が重なれば重なるほど、うん、なので、しっかり貯めたお金を有効に投資すること。ファッファッファ。じゃないと銀行口座に入れても一銭も増えません。しっかりそこを考えた方がいい。何もしないとどんどん貧乏になります。ファミチキ食べたことありますか。ある、結構好きめっちゃおもろいですもんや。コンビニ食は、うん、夜勤をする人間にとってはこだわりたいところだね。なるほどね。ファミチキでこだわってんねん。セブンのファミチキとローソンだったらどれだ。あのね、うん、まずファミマ。夜食はファミマだと思って。夜食はファミマなんや。いやファミマなんだ。最近ちょっと違うなと思って始めて。最近違うんや。最近はどっち。最近はセブンの方がね。ああ分かるな。より追いついてきた感じ。クオリティも高くなってる。確かにうちもちょっとセブン買ってきた。昔はあのファミマの方がなんか良かったなって。なんか学生の時から知っておいた方がいいお金の知識だっていうものは富の尺度であって、はい、でその富の尺度というのは決して平等ではない、うん、ということを知っておいた方がいい。なるほど。つまり努力でやっぱ変わってくるし。もうラッキーでもいい。軽く言うだけでも全然ありませんし。平等じゃない、はい、平等じゃないことを知っておかないと、なんだろう、なんであいつだけかと思って妬んだり、妬むとかそういう負の感情っていうのは時間の無駄なんで、だから平等じゃないってことを前提に自分なりに、頑張っていかなきゃ。いいこと言ってるやん。そういうこと、そういうことやな。だって人を妬んでもさ全然前進してんの。人妬んでパパ給料もらえるんだったらいくらでも妬む。確かに、あの基本ないから人妬んで給料上がることで、負の感情ってあんまり得にならないんだよね。だから、人生は平等じゃない、お金も平等じゃないということを分かった上で自分なりに頑張んなきゃ。なるほどね。なんで私の誕生日に株くれたんですか。子供の頃から積み立ててるんですか。まず運用 の、ベースと知識というのが一番大事で、年ながらそれを教える時間があまりいなかった。教えろよ。持ってると自分で勉強する。確かに。もらった時に分かってほしかったのは、積み立てた金額と、うん、多分もらった金額は全然違うんだよね。確かにすごい伸びてたね。 そこの背景を調べてほしかった。まあ、あのきっかけになればよかったから。それはしないと多分今後苦労するんで、運用的に。確かに。うんちはお金だけは持ってるんで、預金が多いね。積極的に運用することは非常に大事。なるほど。ここはやっぱり日本円よりもドルの方が強いですかね。ああ、日本はね、ちょっとやっぱりね、財政も悪化してるし、非常にこう政治家も、まあ、残念ながらあんまり本当に日本の未来のことを考えてるのかわからない。1年先のことを考えてるんだけど、あの本当に政治家っていうのは10年、50年、もしくは100年先の国の姿を議論すべきであって、なんだけど、なぜかわからないんだけど半年、1年先の議論しかなくしてないような気がする、ね、効果がすぐ出ないと下ろされるから。何を日々考えながら人生を歩んでこられたのかシンプルに気になる。やっぱりバイブスですよね。こう日々世の中を良くすることと自分の生活を良くすることを考えて生活をすると、みんながそれを考えて生活すれば世の中は良くなるはずと思ってやっている。まあ、自分に関する甘えもあれば、あの他人が邪魔をする場合も多々ある。返されるじゃん、そういった意味においては、結構それは難しい。まあ、ただ、ある程度有言実行をしていかないと後悔をする人生があるかなと。反省はしていいけど後悔をするとちょっとこう悔いが残る人生になっちゃうので、それをしたくないゆえに